アレックス・マルティネスこと、アレハンドロ・マルティネス・サンチェスは、スペイン・セビリア出身のサッカー選手。リーガー・エスパニョー・ラ・グラナダ CF 所属。ポジションはディフェンダー。セビリアで生まれ、その後、地元屈指の名門であるレアル・ベティスのカンテラに加入する。2009年に、ベティスの B チームへと昇格し、58試合に出場した。2010から11シーズン、クラブが、 セグン軍ディビシオンに降格し、主力の流出が相次いでいた理由でトップチーム昇格が決まった。2011年5月11日、CD テニリフェ戦でトップチーム初出場を果たし、チームも3から1で勝利した。また、この試合での勝利によりベティスの1年でのプリメーラ、ィビシオン復帰が確定した。2013年8月16日、レアルムルシアへ、 レンタル移籍し、移籍後の10月12日、ジローナ FC 戦でプロ初ゴールを記録した。2015年8月15日、エルチェ CF へ、レンタル移籍。2017年6月26日、ベティストの契約満了の伴いグラナダ CF に、完全移籍し、2年契約を結んだ。8月20日、アルバセテ・バロンピエ戦で移籍後初出場を果たすと、1月14日の、 アルバセテとの2回目の対戦で遺跡後初得点。またこの2017から18シーズンはリーグ戦に全試合先発出場した。ありがとうございます。